こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、マスクだからこそできるアレンジ第2弾です。2弾です。はい。はい、私は前髪短いんですけど、前髪が長くても短くてもできる、ちょっと前髪の大胆なアレンジになってますので、大胆なアレンジ、はい。ぜひ参考にしてみてください。はい。それでは動画、スタート。よろしくお願いします。今日はルフトのヘアオイルを使っていきます。4滴くらい手に出します。前髪につけていきます。後ろにオールバックにするようなイメージで、顔周りまでしっかりつけていきます。こんな感じで、前髪と顔周りにしっかりつけてます。ベタつきにくいので、根元からしっかりとつけちゃって大丈夫です。真ん中よりも気持ちどちらかかで、ジグザグに分け取っていきます。前髪を分け取ったら、このくらいの束で外回りにねじります。一回転ねじって、下に落ちている髪の毛を同じ量で取り分けて、これをもう一度外回りに一回転ねじります。次に、ここが薄くなりやすいので、ここの髪の毛は少し残した状態で、また同じ量取ります。これを外回りに一回転。同じく一回転していきます。この時に少し斜めになっていると OK です。同じように毛束を取って繰り返しねじっていきます。後ろに行くにつれても同じ量の束の毛束を取るイメージでねじっていって、だいたいこのくらいまでねじっていきます。ここで一度ピンで仮止めしておきます。反対側も同じように毛束を取って外側に一回転ねじります。その下の髪の毛を同じ量の毛束を取って外回りに一回転。ここの薄くなりやすい部分の髪の毛は少し下ろした状態でその上の毛束を取って外回りに1回転。これを同じように繰り返して反対側と同じ位置に来るまでねじっていきます。この時も斜めになるように意識してねじっていきます。毛束は持っている毛と同じくらいの量で外回りにねじっていきます。同じくらいまでねじれたら OK です。後ろに持ってきて、止めてたピンを外していきます。この時に、こちらの持っている手で少し押さえてから外すと、ねじった毛が崩れずに取れます。ねじった毛だけを持って一緒にまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムの部分にヘアアクセを留めていきます。もう一度オイルを2滴くらい出します。オイルを指先になじませて、このままの状態だと少し疲れて見えやすいので、顔周りも根元の付近からしっかりとつけていきます。結構たっぷりつけちゃっても本当にベタつきがないのでしっかりとなじませていきます。反対側もしっかりと根元付近からなじませていきます。最後に細かい毛がなくなって
マスクをつけたら完成です。はい、ということでお疲れ様でした。こんな感じでできました。はい、すいません。今日は前髪があるタイプのタイプバージョンでやったんですけど、長い人でもできるのでぜひやってみてください。あと今日使ったのはこのオイルなんですけど、このしっかり根元の部分からこうつけてあげた方がまとまりもよく見えるし、こうおしゃれっぽくまとまるかなと思います。いやいや、そうと思いますね。基本的にやっぱこうアレンジをするときってやっぱスタイリング剤皆さん結構つけるかなと思うんですけど、それがあんまりついてないとちょっとね、前もあれなんですけど疲れて見えるっていうのがやっぱりあるの で特にやっぱり顔周りっていうのは、はい、なんだろう、特にこの辺の産毛の部分ですねがこう乾燥してるとちょっとね、年齢も高く見えたりもするので、そういったところにスタイリング剤をしっかりとつけてあげると、まあ、おしゃれにも見えるし綺麗にまとまってるようにも見える、はい、で今回はこのルフトさんの、ヘアオイルを使って、でこれだとちょっと根元付近からしっかりとつけれるので、あんまりねベタつかず、つけれるから、つけやすいかなと思ってやってみました。はい、なので、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。